どうも、こんにちは。木村です。今回は Google Photos についてちょっとお話ししたいと思います。この Google Photos が有料化するっていうことで、まあこれを機にね、写真管理をどうするかっていうのを見直す人もきっと多いと思ったんで、なので Google Photos を含めた、まあ写真とか動画の管理サービスについてお話ししたいと思います。で、今は Google Photos 無料で無制限で写真と動画アップロードできるんですけど、2021年6月1日以降は 15GB っていうのがリミットになってきます。なので、この動画ではですね、Google Photos の料金のプランとかをおさらいして、あと代替サービスをどういうのを使っていったらいいかっていうのをちょっと検証していこうかなと思います。というわけですね、まずちょっとこの動画の内容についてお話したいと思うんですけど、Google Photos とはっていう感じで、まずはちょっとおさらいをしていこうかなと思います。で、有料化したらどうなるのっていうのをちょっと確認していきます。で、その後、代替サービスとしてどういうのがあるのかっていうのを、見ていきます。で、ここではですね、僕自身が使ってるサービスを2つだけ挙げていこうかなと思ってます。で、それは、まあ、iCloud と Amazon Photos の2つです。で、他にもね、もっといいの あるよ、こっちの方がいいだろうっていうのがあったら、もしあったら、コメントぜひぜひお願いします。はい、そんな感じで、このチャンネルではですね、お役立ち情報とか、いろんな、ガジェットの話をしているんで、チャンネル登録していただけると、そういうね、最新情報が見られて便利なんで、ぜひお願いします。で、まず Google Photos のおさらいなんですけど、まあこれはね、Google の写真管理サービスになってます。ブラウザでも見れますし、モバイルアプリも対応してて、まあ写真、iPhone とかスマートフォンで撮った写真が、自動でアップロードされるみたいな、そういう仕組みになっていて、で、複数のデバイスでその撮った写真を一括で見れるみたいな、そういうサービスになってます。で、まあ撮った写真を管理して家族とか友達とシェアしたりできるっていう感じですね。で、勝手に自動アップロードを設定しておけば、まあ特に本当何もしなくても管理できるっていうか、まあ機械学習による人物の認識っていうのがすごい強いですし、で、あと検索もすごいですね。で、とにかくもうこの検索がやばくて、人物でももちろん検索できるし、キーワードとか場所とかの名前でもいいし、物でも結構いけるんですよね。例えば寿司で検索すると寿司の写真がバーッと一覧で出てくるみたいなことができます。まあ、ただしシースーで検索しても何も出てきません。まあ、ここら辺はね、ローカライズの難しさを感じますね。で、この Google Photos なんですけど、まあ容量は無制限なんですけど、ただし条件があって、写真と動画データは基本的に圧縮されます。静止画の場合は、1600万画素のサイズにちょっと小さくなっちゃいます。まあ大きい場合ですね。大きいデジカメで撮ったやつとかでかいんで、そういうのはちょっと小さくなります。で、あとは、動画はフル HD までっていう感じですね。4K で動画撮ってもちょっとダメ。そのままではアップロード、容量無制限にはならないっていう感じですね。で、まあオリジナルデータとして保存する場合は Google のストレージサービスの容量としてカウントされてしまうっていう、そんな感じになってます。このまあ基本的には無料ですっごい使えてた Google Photos なんですけど、11月にその無制限っていうのをやめるっていうことをアナウンスしました。で、これ結構ね、騒ぎになったと思うんですけど、で、まあ具体的には6月以降にアップロードされたデータをカウントしますよというふうになりました。なので、まあ今現在は無料のままなんで、今のうちにアップロードしておけばいいので、今はちょっとアップロードどんどんしておくっていうのがいいと思います。6月からは Google One っていうサービスのプランに組み込まれるみたいですね。で、これが無料プランだと 15GB までの制限になります。で、Google が言うには8割のユーザーはもう3年間使えますよと。いう容量になってるみたいなんですけど、で、自分がその 15GB でどのぐらい使えるかっていうのは計算してくれるページがあるんで、そこにアクセスすると自分がまあ今までの使い方でどのぐらい持つかっていう、無料のプランの無料の範囲でどのぐらい持つかっていうのが確認できるんで、まあそこで確認もできます。まあ、ちなみに僕の場合は11ヶ月でもういっぱいになっちゃいますというふうに言われてしまいました。で、Google One の料金プランなんですけど、まあこんな感じです。無料だと 15GB。それと、有料プランで 100GB、200GB、2TB っていうのがあるって感じですね。
で、それぞれ250円と380円、それと1300円。で、あとは月間プランだけじゃなくて年間プランもありますよ、みたいな、いう風になってます。で、基本的には有料プランであればファミリーシェアできるみたいな、そんな感じなのかなっていう感じですね。だからまあ、家族みんなで100ギガ、みたいな、その風な選択もありかなっていう感じです。ちなみに、まあ、ピクセル、スマートフォンのピクセルですね、を買えば、無制限になるとか、ならないとかいう話があるんですけど、まあ、僕は宗教上の理由で iPhone しか使えないんで、まあ、気になる方は自分で調べてください。で、本題の、代替サービスの一つ目なんですけど、まあ、一つは iCloud ですね。まあ、機能的にはこれ、Google Photos に結構近い感じになります。まあ、自動でアルバムを作ってくれたりとか、場所でまとめてくれたりとか、アルバムごとに他のユーザーと共有したりとかいうことができます。ただし、iPhone ユーザーじゃないと実質共有できないと言っていいと思います。まあ、完全に URL で公開みたいなこともできるんですけど、まあ、あんまりおすすめはしないですね。まあ、逆に言えば、Android ユーザーに共有しないんであれば、まあ、おすすめですね。もう自分は iPhone1 本で生きていきますと。Android ユーザーの人なんか知りませんみたいな。まあ、LINE で送ればいいでしょうみたいな人は、まあ、これでもいいんじゃないかなと思います。iCloud、特徴的なのは 50GB で130円っていう、こうミニマムなプランがあるっていう感じですね。ほんと小さく始めたい人にはおすすめです。この iCloud なんですけど、基本的に iPhone ユーザーだったら、契約した方がお得だと思います。で、これは前他の動画で言ったんですけど、 iPhone の容量を節約する方法っていう動画でちょっと紹介してるんですけど、まあ、詳しくはそっちを見ていただきたいんですけど、iPhone のストレージ容量が多い高いやつを買うよりも、まあ、130円出した方がお得ですよっていう話ですね。で、なんでもうすでに契約している人とかで iPhone を使ってますよっていう人であれば、まあ、これおすすめなかなというふうに思います。で、プラン的には、無料で 5GB で、130円で 50GB、 それから 200GB、 2TB っていうのがあるっていう感じですね。で、それぞれ、400円、月々1300円みたいな、そんな感じですね。ただこれは、50GB の場合ファミリーシェアができないです。で、ファミリーシェアっていうのは、まあ、1個の容量を、契約しておけば、その容量をみんなでこうシェアして、みんなでいっぺんに使える。それぞれの合計が、契約している容量を超えなければ OK みたいな、そういうプランですね。これが 200GB 以上のプランじゃないと、使えないって感じですね。で、上の上位の2つのプランじゃないと、ファミリーシェアできないです。で、もう一つのサービスなんですけど、Amazon Photos ですね。まあ、これはすごいいいです。これもすごいいいですね。はい。プライム会員なら、オリジナルのデータを無制限でアップロードできます。こう、オリジナルができるっていうのはすごいです。一眼レフカメラとか持ってる人とかだったら、やっぱりね、容量がこう、せっかく綺麗に撮ってるんで、その圧縮されたやつより、やっぱそのままのデータ残しておきたいですよね、できれば。まあ、なんでそこが良かったりします。で、しかも無制限です。容量の制限がないです。で、さらに JPEG だけじゃなくて、ローデータも入れておけるみたいな話みたいです。だからすごいです。これ、写真好きだったらこれ一択かもしれないですね。で、プライムなんで、もちろん、配送無料とか、時間指定とかお急ぎ便みたいな amazonco.jp のサービスも使えますし、あとプライムビデオとプライムミュージックもついてくるって感じですね。で、それで年間プランだと4900円で、月間プランだと500円みたいな感じですね。うん、これめちゃくちゃお得ですね。で、なんでプライムもすでに入ってるよっていう人はもうこれ一択でもいいかもしれないですね。ただし1個だけ、条件があります。それは、まあ、その無制限なのは、静止画のみっていう問題があります。動画は別なんですね。無料だとその動画は 5GB までしかアップロードできないっていう風になってます。ちなみに僕もプライム会員なんで、さっき見てみたらもうすでに 5GB を超えてました。で、さらにストレージ必要な場合は、有料プラン、別途ちょっとかかってしまいます。で、それがまあ 100GB で250円、月々250円って感じですね。で、あと 1TB、2TB っていう感じです。これはですね、そのまあ動画だけなんで、まあそんなに上の
容量のやつ買わなくていいかもしれないんですけど、ただしちょっと高いですね。上のプランがちょっと高いなっていう印象ですね。1テラで1300円、例えば iCloud だと、2テラで1300円、 Google も同じですね。2テラで、月々1300円って感じなんで、ちょっと高いですね。ただし、写真はカウントされないんで、まあ、動画も写真もどっちもめちゃくちゃ撮るみたいな人は、ありかなっていう風なプランになってますね。あとその iCloud と Amazon 以外のサービスで言うと、あとは、ワンドライブとかドロップボックスとかフリッカーが、まあ、上げられるかなっていう感じです。僕はね、あんまりその辺のサービス使ってないんで、まあ、使ってる方がいたらちょっと教えていただきたいです。フリッカーはね、一時的に使ってたんですけど、前使ってた時は日本のアップストアにフリッカーの iPhone アプリがなくて、だからインストールするのがちょっとめんどくさかったんですよね。なんか US の Apple ID を作って、そのアカウントでダウンロードするみたいなことをやってたんで、ちょっと面倒くさいっていう問題があったりしますね。あとは自宅に NAS を作るっていう感じですね。もうそれは本当自分で管理するんで、まあ、コスト的には容量あたり安いっていうのはあるんですけど、まあ、使い勝手がどうか分かんないですよね。その NAS のメーカーのアプリケーション、そのモバイルアプリとかを使うと思うんで、そこら辺がどうかなっていう感じはありますね。あとは自分で運用なんで、結構その辺の自分の作業コストっていうのがあるんで、まあ、そこら辺を厭わない人であれば、まあ、NAS を検討するっていうのはありかもしれないなっていう感じです。はい、そんな感じで、まあ、まとめると、まあ、Google Photos をそのまま使ってちょっと課金するか、あるいは、iPhone ユーザーだったら iCloud を使うっていうのもまあ一つで、プライム会員だったら Amazon Photos で、動画撮らない人であれば、まあ、Amazon Photos 全然 OK みたいな感じかなっていう感じです。ちょっと難しいですね。やっぱどうしてもお金がかかる感じです。今までね、無料で使わせてもらってたんでね、なんかちょっと電話かかってきちゃった。はい、そんな感じですね。まあ僕自身もどうするかちょっと決めかねてるところがあるんで、なんかアドバイスいただけたらすごい嬉しいなっていう感じです。はい、じゃあそんな感じで、まあよかったら他の動画を見て、高評価して、チャンネル登録ももうお願いします。はい、じゃあそれでは。